こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。ですね、ちょっと今、会社さんにですねお伺いした帰りなんですけども、今回何をしたかと言いますと、サクセスというもうですね37年ぐらいですかね、それぐらいの社歴になるですね会社さん行ってきたんですけども、そこの創業社長のですね、吉成さんという方に今回インタビューをしてまいりました。何についてのインタビューかと言いますと、そこのですね、会社として、どういった方々が今活躍しているのか、あるいはですね、これからゲーム業界に入ろうとしている方にはですね、どういったことが求められているのか、そういった部分をですね、お聞きしてまいりました。やはりですね、37年間やっている、そのですね、経験というところで、今までですね、こういった会社さんがあって、でも、こういう事情で、亡くなってしまってであったりだとか、あるいはですね、今、サクセスさんで活躍されている人っていうのは、普段どういったことをしているのかと、そういったですね、ことについて、いろいろお話をお伺いすることができました。その内容につきましてはですね、私がお伝えするよりも、実際にですね、動画の形で、まとめますので、そちらをですね、ご覧になっていただければと思います。もう少しですね、それに関して時間もかかりますので、少々お待ちいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。